ノーミルク砂糖でございますノーミルク,ミルクサッカーアデミキーもよろしくお願いします今日は何を教えてくれるのかなとこちら、はい、今期中でイメチェンに成功した11人イメチェンっても,もちろん髪型とか洋服とかではなくってことですねなくですね そう<ー>プレイスタイルスキルのところで昨年とかと今季の前半戦と比べて<ー>あれだいぶ変わったねっていう選手がいろいろいましたよと、はい、森保さんこれから始まる二次予選<ー>そんな新たな力も試してみてはいかがかなと思いまが <laughs> J リーガー11人。なるほど。わかりました。持ってまいりました。はい、お願、はいいたします。というわけで、ミルワカいンんなテーマでやってもらってます。お願いします。ますよろしくお願いします。はい、ということで、今日はもうシート1枚でございます。さっ、はい、とこう、見ていただくってか、聞いていただきましょう。うん、こんな十一人さんでございます。はい、うん。ってことで、持ってまいりました。うんはい、わー、わかりやすいなんかキャッチフレーズが。はい。選挙に出れちゃうぐらいの。 ちょっといろいろ見ていきましょうかと、でに代表にね、もう呼ばれてるよって人もいるっちゃいるんですけど、うん、あの、以前と比べて、最近こうね、あの全チーム皆さんやっぱチェックできてるわけじゃないって人多いと思うんで、はい、あれ変わったんだねって選手いろいろいると思いますから、ちょっと聞いていただければと思います。うん、はい。えまずは、すでにもうね、えー、この間の10月の日本代表にも選ばれましたけれども、うん、神戸の前川大也選手。そうですね。うん。はい あの前川さんといえばね、まああのやっぱ神戸とかマリノスって、そもそもちょっと足元にうまい系ゴールキーパーをね、はい、最近は配置する傾向が高かったのはありますけど、ねはい、前川選手、なんか以前に比べても、シュートの,そのセーブ率とかが高まっていて、なんかご本人もどっかのインタビューでお,、ね、あのおっしゃってましたけど、ここ数年でそのシュート打たれる時のその心構えっていうんですか、なんかちょっと冷静になったなんてお話されたりするんですよ。 そこにね、やっぱ人役買ってるんじゃないかなと思われるのが、の我らが、三泊さん、お食事の、そうですね、はいはいはい。つい先日はね、前川選手も SNS で語っておられましたが、代表でお怪我しちゃって、リーグ戦では出られないかもしれないってなった時に、たった1週間から2週間というしか時間なかったんだけど、三泊さんに、そのいろんなね、食べ物の怪我治すためのこと、何かできないかって聞いて、それを奥様が作っていただいて、で、 えー、本当に直して出ちゃったみたいなところありましたから。さんすごいなぁ。なんか、っやっぱこう、うん、佐々木大樹選手もそこでご飯食べてるんでしょ <laughs> 前川さんちで奥さんのはね <laughs> なんか。神戸の選手たが大成長しててい感じがしすね。すすごいなぁ。ね、縁の下の力越しはまさにこのこと。そういうことですね。うんうんうん だからおそらくその食の部分というか、それこそこの以前と比べてもそのセーブ率上がったり、ちょっと落ち着きが増えたってはもちろん、あのずっと守護神として出続けてるからっていうのもあると思いますけど、それでもやっぱり率が上がってるっていうのは何か例えば他の要素も入ってるかと思うので、なんかそのゴールまでの落ち着く、なんか集中力アップする食べ物とかなんか食べた可能性とかも僕はあるんじゃないのかなと。すご、はい。そでもこだわってやってるってことですよ。食に限らず。こういうことですね。ねやっぱストイックなんだな、すごいな。 それで代表まで上り詰めるっていうのがもうすごい話ですけど、ねうん、そうですね。はい。うん、そして続いて今度ディフェンダーの4人でございます。はい、またセンターバック2人ですけど、こちらもまず片方はもう3月の代表に選ばれてますが、えー、名古屋の藤井春也選手ですと。はい。いやあのー、まあ、昨年まではやっぱこデュエリストとかエアバトルの選手って感じではあったんですが、うん、今年まずちょっと変わったところがありまして、うん、あの、ボール持って前運んでるんですよね。運んじゃうんですね。うん。はい。 これあの世界中のセンターバックでそうなんですが、今もうあの戦えるだけじゃだめなんだってね、センターバックって。ボール持って、あ自分が浮くなとか、空いたなってなったら、それこそセンターラインぐらいまで自分で運べるくらいの選手じゃないと、そうい、うん、は言いづらくなってきてると。そのところまで藤井選手は今、一気に上がっていってるから、やっぱ3月に1回呼ばれたってのはあったんですよね。 もしかすると次の日予選なんかこの間、長良川競技場に、ね、来て,てい、ね、次の日の昼、東京いましたからね、森保さん。くり、うん、でしたね、どうやって帰ったんだろうと思いながらでしたけど。新幹線じゃない まあそうだね、朝のね、ないからね。<laughs> <laughs> 日本の交通がすごいって話うねいや、森保さん、よくその夜中まで行ってね、名古屋まで行って、朝早くすぐ行ったなって、ちょっと僕は思いましたけど、まあ藤井選手、次に板倉選手が多分呼べないっていうのがありますから、まあ、ほぼ確実に呼ばれる選手になると思うので、注目しておいていただければと思います。もう一人、可能性があるかなと、ずっとミルアカでは話してるんですけど、 えー、新潟の渡辺大樹選手。うん、あの、去年までっていうか、今年の4月5月までは左サイドバックの専任人プレイヤーだったんですよね。うんうん、で他やるんだったら、一列前やるか、まあ、右サイドバックやるかだったのが、センターバックに起用されたら、そこからもビルドアップの、まあ、リーグ屈指のプレイヤーまでこう成長しちゃいました。はい。 まあもともとーバーには定評のある選手でもありまして、サイド部のところから起点になって攻撃もできてる選手でしたけど、真ん中でもできるっていうふうになると、ちょっとね、今あの、海外だったら富安選手がね、そうやってサイドでも真ん中でもできるっていうので、アルテダ監督がニッコニコの状態ではありますが、その日本人バージョン。はいはいはい。日本人バージョンじゃない。J リーグバージョン。<laughs> <laughs> ね間違ったね、今ね。<laughs> そうです。間違えましたね。はい、そんなこともあるんじゃないかなというところで入れさせていただきました,ました。楽しみ。はい。はい。<日>そして次は、ちょっと本人たちの多分ね、あのー、やりたかったことではないかもしれないけどっていう、うんえー、サイドバック2人。2> ああ、はいはいはい。もうできるよってことになりましたもんね。そうですね、はいまあ。まずはちょっと吉岡いな君からいきましょう。はい え、もともとマリノスの株組織から上がってきて、えー、仙台とか町田にレンタル行ってる時には2桁得点アシストぐらいまでできちゃうアタッカーでしたが、はい、え、今期はちょっとチーム事情とかディフェンダーがね、もうほとんどもういないっていう状態にマリノスになってしまった怪我人が多くて、はい、今左サイドバックと左センターバックやってますからね。すごいよね。うん。69センチなんだってさ。そうなんだよね。ねうん。 だこの間の ACL の, AC L のかやいろいろ戦はスリーバックが木田選手と榊原選手と含めて平均身長1 7 0ンチだったんですよねよくこなしたわって思いますけど、はい、でもってっ、エテステとはそうですよね、本当ですね、これサッカーでも野球でもバスケでもバレーでも何なら普通の社会人、一般人でもそうですけど、<laughs> もう会社事情としてもしょうがないっていうふれうていろんなポジションをこなしたら、意外とその後成長するっていうのがね、エテ、ね、しテあるくらいありますから。 なんかちょっと新しいことに来年トライできるところまでいけるんじゃないかなと思います。2> <ー>第2の旗手レオみたいなところは行いっちゃう可能性はありますよね。うん、そっか。はい。そして、はいえー、もう一人が、まあ右サイドバックにトレース入れましたけど、<laughs> 佐野大衆選手。はい、もうなんかいろいろできるイメージですよね。そうですね。まあ、はい、インサイドハーフボランチ元からやってて、町田時代にもあの1年目でサイドバックとかやって,やってはいたんですけど、はい 当時はまだ守備範囲がまだ広くないとか、それこそプロのミスに慣れさせるためのサイドバックではあったんですが、うんうん、今確実に相手のエースを潰すためとかっていうこととかも含めてサイドバックちょっとやったらいいよとかもするので、まあだからこれ、あの、来年以降もしかしたら海外移籍なんてことは彼あると思いますけど、うん、ボランチューもサイドバックもできますなると、先ほどの渡辺選手同様というか、富安選手みたいな感じですけ、ね、ボランチューサイドバックできる、だから現代の厳しい的な感じです、うん。そうか、そうか。 うん、そんな感じでちょっと、新しい潰し屋としてこうやっていける。使える便利な助っ人じゃないかって思わせないとね。ですね。えー、あるんじゃないかなと思います。うんはい、はい。そしてここから今度中盤から前見ていただきましょう。はい、えまずは、えー、ボランチの一角、川原層。うんはい、あのー、もう川原選手はあ,あの、新たなスキルっていうわけじゃないんだけどさ、うん。えは。今季もですね。はい。 えー、この今、我々10月29日に収録してますけど、え<ー>、第31節まで、フルタイム、はい、いやー、素晴らしい、鉄人。すごいね、J3、2、1ってカテゴリー駆け上がっていく中でずっとフルタイムって、ああ、ほんっすね。ちょっと聞いたことないってい多分初めての選手になると思実績としてね、浮き出てきますよね、これ。そうですね。ええー。 しかも、あのまずハラ選手が出た試合、その試合、最もえ走った人物っていうのも、全試合、カバハラ選手、おーすげえちょっとだから、ちょっとある意味では、は<ー> J リーグの,その走行距離っていうところでの歴史に名を残す選手になると思われます。はいはいはい だもし、まあ、ちょっとさっき佐野選手を言ったからですけど、うん、正直、佐野改修が抜けるとかそのレギュラーボランチ抜けるよって J1 の上位チームどっかあるんであれば、うん、まあもう川原スを取りにいくってなんかまあもう正直次になってゃないうんですね。だって1分も欠かすことなくやってくれるんだもん。 もう野球界では鉄人キヌガ笠言われましたけど、<laughs> ね、サッカー界では鉄人川原ね、これはね。残業いとわないってことでしょそういうことですね。<ー>注目でございます。そしてもう一人は最近もうこの形から川崎が点取りまくってる。<laughs> はい、果たして29日の柏戦は一体どうなるのかって注目なんですが、橘田健人選手ですね。もともとはその川原選手とか佐野選手みたいに、ピッチ上全部に顔を出して、全部 ボール奪ってく選手でしたけど、はいはい、最近ではエリア外からちょっとブレ球ミドルみたいなものを打っちゃって、そのこぼれ球だとかを他の選手が反応してゴール決めたりだとか、そのまま立花選手のゴールがそのまま決まっちゃうだとかってことが増えている選手になりますなんかまずこの日ね、はい、あの収録の日のまあ朝っていうんですか、同じケント、あの海外で三ケント選手。ははははいはいはい、はい ゴール決めたんですよおーおーすおごいしかも前半6分というか伊藤<ー>選手大体年に1回ぐらいしか J リーグの時に点決めれてなかった選手でもあるんですけどまあまあポジション的にもねまあなんですがやっぱ森田選手とかと同様やっぱ海外行くと点決めますね。 決めないとアピールできんって思っちゃうんですかやっぱね。ね。前の試合ではアシストも決めてる。2>, うん、2試合連続で手に絡むっできましたね。試合にもできますしね,ね。ね。だからやっぱ先ほど藤井選手のところで、やっぱ数的優位になって浮いたらセンターバックは運ばなきゃいけない時代なんだって話しましたけど。はい それで言うんだったら、ボランチに関しては、開くんだったら、相手のそれこそマーク来ないんだったら、ガンガン前出て、点絡んでくようじゃないと、やっぱ海外ではやっていけないとかもあるでしょうから、立花選手、ちょっと今年でもう一番ランク上がった可能性はあるかなと思います。そんなところにも皆さん、立花選手、注目ください。なるほど。 はい神村学園なんですね、今ちょっと見どそうなんほ最近、有名ですからね、神村学園ね。言ってますかそして、えー、一応、この位置で言いましたけど、まさに三笘誠選手、<laughs> はいえー、前日、31節、東京戦ではボランチの位置でスタメンで出て、ワン、ツーから抜けてってゴール前でね、うん、ゴールキビるなんてシーンもありましたけど、うん、まさもともと去年なんか、サイトとか、シャドウで出てたじゃないですか。そうですね それでまあ、得点結構絡んでた選手ですけど、はいはい、まあ、手が開けて以降、ボランチで出ることが多くなりました、はい、<島>やだね、3列目から入ってこられるのね。<laughs> そうなんですよね。ね。はい。もともと、まずあの、実は広島、今季序盤戦っていうんですかはい。あの、60チームの中で一番チャンスメイク量が多いチームで、うん、なんだけど、最も点が決めれてなかったから、精度がちょっとよ実は良くなかったっていうチームだったんですよ。そうなんですよね。 ただね、ミスタ選手戻ってきてボランチになって以降、うん、他の選手の決定率が上がってんですよ。お、うん、な,なんか、ミスタ選手がだからスペースクリエイトできたりだとか、うん、まあ彼も絡んでっていうところでの、まあ得点力が上がってるところはあると。うん、るはははじゃあ細裁なんだね。そういうことになりますね。だから彼はまた、ウィングでもできる、ウィングバックでも、サイドカーフでも、トップ下でも、シャドウでも、ツートップの一角でもボランチで,もできるああ。 これはマルチクリエイテほっとかないね。ほっとがないね、これは。ほっとかないですね。うんうん、彼もまた皆さん見ていただきたい選手でございます。なるほど。はい流通経済に乗りやすい商品ですね、これは。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> ね、大学名から見てい,っていただいてね。えーえー、はい。そして、えー、その続いたこの右ウィングいきましょうかね。えー、長沼洋一選手でございます。は まあさ、ちょっとこれはね、はい、世代別とかアンダー見てきた人にだってのとってはもうびっくりでしかないんじゃないかなと思うんですけど、もともと長沼選手はサイドバックです。はい、あ、そうなんでしたか。はい。はい、そして、はいう、なんなら頑張ってもウィングバックでした。はい。が、うん、だから得点するというよりか、どっちかというとアシスターだったんですよね。はいはいはい。なんなら、最終的に得点する、ゴール、シュートするっていう選手はなかったんですけど、うんうんうん 今年だからトスでね、9ゴール決めてて、トスのナンバーワン得点者になってるんですよね。<laughs> ちょっと変わっちゃったな、プレイスタイルってところ <laughs> は,いはい。だから、ちょっとプレースタイルやや違うかもしれないけど、伊藤純也、ちょっと継いでいく存在の人になっていっても面白いんじゃないかなっていう。えーあのー まあ愛媛だとかね、J2 歴も長かった選手になりますけど、ただ、ね、はい、たらスピードもある、右も左もできる、じゃあ、それこそサイドバックもウイングバックもできるという、両サイドすべてこなせる、しかも得点力もアシスト力もあるプレイヤーですから、うん、ちょっとこれは森保さんもね、あのー、東京五輪世代というところなので、うん、一緒に仕事したことも何度もありますから、もしかしたら今後入ってきてもおかしくない選手なんじゃないかなと思います。なるほどねはい、はい そして最後はパリオーリン世代から2人見ていただきましょう。ミト、はい、選手と藤尾選手です。まあこの2人もちょっと今年でなんかやれることを1個増やしたなってところがありますね。ななんか印象あるよね。ね確かにミドルシュート、パンチ力、ねね。そうなんです。なんでキックラのでパンチ力って言うんだろうね、あれね。 <laughs> でも、言えてるよね、あれね。確かにね。伊藤、はい、俊介選手はやっぱりもともとドリブラーとして、まあ相手切りされたりだとか、サイの位置からの攻撃の規定になる選手でしたけれども、うん、そこじゃなくて真ん中に入り込んでいって、すごい重いシュートなんてことも打てるようになりましたから、立花、はい、田選手同様にミドルシュートのところで、新しい力とチームの力になっている選手になっておりますと。はい、で、プラス、藤尾選手。はい。 グジ選手はまあちょっとゴールエリアの中でそういうことを駆け引きしたりだとかって選手でしたけど、今年はボール奪える選手にもなったし、PK ダッシュとかもすごく増えた選手になりますと。 相手のディフェンダーとより駆け引きしたりだとかして、そこの中、相手の中心の中の動きみたいなことも呼べてるのか、な,るほどなんか、すごいその PK ダッシュとか相手の裏取りがめちゃくちゃ上手くなった選手だっていうのもあるので、はははなんか今ほら、まさに野選手とかね、はい、あの、前田大然選手とかが、 森保ジャパンに見せているような、うん、ああいう相手のディフェンダーをこう倒していくような動きとか、あれを今、藤尾選手って町田でやってる感じがすごくあったりするから、なんか体,体育が強い感じもしますしね、そうですね賢い感じもしますし、はい、だから来季セレストに戻るのか、またゼルビアなのか分かりませんけど、J1、うん、は多分ほぼほぼ確定だと思うので、<laughs> そううでしょうねここでどうなるかも見ていただきたい選手だなと、ぐんぐん見ていらいたいです。 はい、はい、これから注目な選手で講座ま,またワクワクさせてもらっちゃいましたねこれねチームで育てている皆さんことですねど、うん、ういうことでございます夢を見せていただけるわけですねあーでございますよありますねありがとうございますいきたいと思っております心から応援しておりますということで先生ありがとうございますありがとうございますい本当に先生こうミドル ネームじゃないや、遠く行くからサッカーがいっぱいあってね、なんかちょっとついていけなくなっちゃうときあるんですよ、週末 <laughs> ちょっと忙しいと、助かってます、いろいろ。ありがとうございます。えー、また教えてください。よろしくお願いします。毎朝毎晩動画を出しておりますサブチャンネルは雑談毎日お昼に出しております。うん、ということで一日三本出している。 我々、ク、うん、<laughs> レイジーサッカーチャンネル、ミルクサッカーアカデミー <laughs> メインサブ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。この後も出していただけますと、先生がご飯をたくさん食べます。ということでございます。お芋に食べちゃうぞ。<laughs> 元気にお願いいたします。ということで、いいのインドメンバーでした。今日はだし巻き卵をこれから作るつもりです。のびる方でした。<laughs> ありがとうございました。<laughs>